マガジンチャンネル,ンンネルおおかえりすすっごく寂しかったなんだ一体どうしたこれはその最近私、たしゆのき君に対していろいろ変だったじゃんそれは別に最近に限ったことじゃねえぞそのことをえのちゃんに相談したら私のためにって制服をすまん全く意味がわからん っていうかできればあんまし触れないでとりあえずあいつお前の相談多分1ミリも聞いてねえぞ抱く前に抱く違和感き昨日は柚く君に会えなくて寂しかったからいっぱいイチャイチャしたいのはあだから今日は髪いじるのも禁止えー、じゃじゃあ俺は何をすればこうして。 なんてだ、だ、だ抱っこしてお,お、おんぶじゃなくてまたそうやって考えなしに誘惑していや、むしろおもんぱかったんだよディレクター、えのちょいちょいあ、えのちゃんそこで耳に甘噛み アマガにはご注意くださいでも、最近ずっとユノキ君を拒絶しちゃってたんだしもうあっった愛情とは手間をかけることなのですよ 腕によりをかけてくれたのはいいんだけどさポジションおかしくねおかしくないもん恋人なら普通だもん百歩譲って世間的に普通でもうちでは初の異常事態だぞ <laughs> 行儀動向はこの際置いとくとしてもそもそもこれじゃ食いにくいだろういや完全に髪があんのは嬉しいけども大丈夫だよ何があーんして食べさせっこあ あんして食べさせっこすればそれ何も解決してねえ上に無駄に手間増やしてるだけじゃねえか鬼ディレクターはあうまかったけどなんかすげえ疲労感あ食べかすついてるおマジどこいやそこじゃなくって下で行け。 リア充爆発した。最近突っぱねちゃってたの取り戻す。チャンスやで。<laughs> おいことか。ここ？もう無理だよ。えのちゃんえ,えのってなあ。<っ>悪いことをしたらまずは。 ぶっ飛んだ指示出しすぎちったええのやっぱお前の仕業かでも私の指示とはいえ悪い気はしなかったでしょその前にまず言うことはごごめんなさい私は調子に乗って大人をからかった悪い子ですたくお前もお前だぞ ガキに言われたくらいであんなアホなことしてうごめんいやまあ怒ってるわけでもねえんだけどさあのなそもそもの話そんくらいで嫌いになったりするわけねえだろバーカああ <laughs> もうちょっとこうしててんなんで んいいじゃんか私やっぱりお手柄じゃん容量はいい湯の木家ふう、はあ。二人がラブラブなのは分かったけどこりゃ結婚させるのは一苦労かもまあでもとりあえず私は今回勝ち組だねとかちゃんの生足ゲットそれじゃあ柚木君 先日伝えた通り今日は旅雑誌の取材だから我が社の新旅行プランの宣伝任,任せだよいつもの営業スマイルで印象よくねはい柚木ですはじめまして聖団社ライターの初島ことかです本日はよろしくお願いいたしますこことか